始まりました活弁シネマクラブ。この番組の有志を務めます映画評論家の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。当番組には2回目のご登場となります、恋は光の小林圭一監督です。よろしくお願いします。今日は拍手が多い聴衆が多い。ようこそおいでいただきまして。よろしくお願いします。前回殺さない彼と死なない彼女の時に出ていただきまして、はい、あれがちょっと車に調べた2019年の12月という、はいはいはい、コロナ前ですもんね。そうですね。だから2年半ぶりなんですけど、もうちょっと前のような気さえする、はいはいはい、お久しぶりといえばお久しぶりでございます。でその間にデビュー作のね、はい、桃色空をのカラー版がもともとモノクローム作品だったんですけども、それがまあ10周年のタイミングですね。はい、そうですね。ね、2021年6月に、はい、ちょうどなんか1年前ですよね、うん、今から。そうですね、ちょうど1年前ですね、うん、に公開されて、そのパンフレットがちょっと嬉しいことに持ってきたんですけど、お締めいただきました。ありがとうございます。文章を書かせていただきました。そうですね、はい。で、いやこれすごい良かったですね、やっぱり。あ、本当ですか。はい、カラー版。あー、でも結構10年経ってカラー版を出されたっていうのも、なんか本当一めくりしたっていう感じが小林監督の中では。そうですね、なんかまあ、うん、カラコレの技術もちょっと上がったりとかしてたんで、うん、まあ割と当時の荒っぽい感じを時間をかけて丁寧に やれたかな。カラー映像すごく良かったですよね。 ありがとうございます。そうで、デビューがモノクロ、これも色がつき、でここの、はい、そうパンフレットのインタビューで轟幸男さんがやられたインタビューの中に、はいはいはい、クランクインする予定だった映画が、はい、コロナ禍で飛んでしまって、はい、で空いた時間にふとカラーで編集した桃色空をの素材を見直してみたのがこのきっかけだったって。それってこの今回の声は光る、やっぱそういうことですか、はい、これ一回飛んだんだ。飛んだっていうか、まあ、延期延期で。おお、はい、じゃあ結構ずっと前から企画としては上がってたってことなんですか。そうですね、うん、1年前に。でもあんまりあれですね、なんかそう延期になったってあんまり言ってないんですけど実はこれでバレちゃったそうですね。でもまあそういう映画たくさんありますからね、コロナのタイミングで、うん、いつぐらいから企画って上がってたんですか。これもう2018年ぐらいかな。なるほど、なんとなくって感じで。いや今回面白かったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、それで、ちょっとね、エコバッグで恐縮なんですけど今日雨なんでギュッとくくってきましたけど、うわ原作ですか。はい、拝読しました、映画見た後。うわすごい。でこれが、明枝先生の全7巻、はいはいはい、コミックス。これが2013年から17年までウルトラジャンプで、はいはいはい、連載された、作品ということで、じゃあ連載終わってすぐにもう企画が立ち上がってきたっていう感じだったんですか。あ、かもしれないですね。うん、そういうことですよね。あ、そんなに最近だったんですか。2017年だったんですね。そうそう、あれ知らなかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、あれ企画の立ち上がりとしてはじゃあどんな感じだったんですか。プロデューサーの滝田さんって方から。あ、滝田和人さん、はいはい、だから何作かこれどうこれどうとかっていうふうに言ってくれてて、なんか前の殺さないからの時と似てますよね。そうそうそう、同じです、はい、でなんか送ってくるみたいな、はい、うん、でこれはなんか合うと思うんだよねみたいな感じで、合うっていうか、まあ、ちょっとなんか新しい感じになるんじゃないのみたいな感じ で読んでみたらすごく面白かったんで、うん、でやりたいですね、やりたいですみたいな。じゃあ脚本書いてみたいな。割とスムーズに。そうですね、まあ、そこから、うん、小西さんとか、小西圭介さん、はい、が加わって今の体制になっていった。はい、そうですね。え、じゃあ殺さない彼と結構並行してた感じですか、もしかして。撮影が終わるぐらいの感じ、前後ぐらいかもしれないですね。あ、前作の殺さない彼の撮影が終わるぐらいから、はい、じゃあちょっとこう重なる、そうですね、やや重なるようにして、はい、なるほど。それでそっか、それでコロナが来ちゃってちょっと延期になっちゃって、撮影はいつ結局されたんですか。去年の7月ですね。なるほど。あ、夏に。ちょうど1年前ぐらいですね。だからそうか、じゃあそれは桃色空をのあれが済んでからみたいな。あ、そうです。じゃあ結構ずっとなんか動いてる感じではあった感じ。ああ、その期間はそうですね。いやいや、だから今回も、
やっぱりね、あの滝田さん、あるいは小西さんがこの原作をこうぐっと差し出したのはよくわかりますよね。本当ですか？本当、いや、僕最初だから映画見たんですけど、拝見したんですけど、本当小林圭一監督の映画だなっていうふうに思いました、はい、もう本当に。でその喜びもあったんですけども、同時にでも今までの中で、なんか一番明るいですよね。あ、そうですね。そう、今まで言うても暗い要素を、闇の部分多かったじゃないですか、今回割と控えめで、光がこうた、まさに光が、はいはいはい、光の映画っていう、はいはいはい、それってでもなんかちょっと意識されたところってあったんですか？ ありますあります。なんかあの初めは多分初めのこうとかはちょっと暗い部分があったと思うんですけど、ありそうな気がする、はい、どんどん変わっていったんですよ。初めなんかウッディアレンみたいな、はいはい、あんまりこうウッディアレンの映画って日本にありそうで ないじゃないですか、ね、ないですよ。もう、はい、意識してもなかなか成り立たない世界だったりしますもんね、はい、ああいう感じのやつを目指してみようっていうふうに思って書いてたんですよ、ウッディアレン。そうそうそう、なるほど、はい、え、そっから結構変わっていったんですか？だいぶ変わってきましたね、どんどん。面白い、もういろんなパターン書きまくった、書きまくりました、本当に。そんなでもね、準備期間、じゃあそのずっと2018年企画立ち上がって、脚本書く時間が結構長かったって感じなんですか？そうですね、ポツ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 、このタイミング、あのタイミング、このタイミングみたいな感じでずっと、ずっとやってる感じです。ずっとやってる感じ。それはじゃあ 最初出来上がったものはもう全然違うんですか、今の完成形と。全然違うと思いますね。じゃあ原作からも遠かったんですか、最初の1個、第1個。いや、原作、初め原作割と忠実だったような気がします、うん、はい、でもなんかあの今回で言うと、なんだろうな、でも忠実というのとはちょっと違うかもしれないですけども、でもあのたくさん要素は入ってますから、うん、遠くはないですよね。そうですね、うん、それって結構ぐるっと戻ってきた感じなんですか？あ、戻ってきてると思いますね。あ、なんかもういろいろ登場人物を、新しい人登場してみたりとか、そのオリジナルの、はい、そういう経緯もあったんだ。いろんな、まあ、なんか漫画に出てくる何人かを一つにしたような人とかを、あの出したりとかしたんですけど、うん、もうなかなかなんか納得いかなくて、うん、1個新しい要素を入れると、うん、気に入った要素のいくつかを抜かなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、うん、これ自分の好きな要素をどうやってこう全部1個にするんだろうみたいなことをずっとやってたんですけど、うん、ようやく最後の本当にできたって感じだった。あ、そうなんですね、はい、いや、なかなかでもそういう苦心があると思えないぐらいリラックスして見る側は楽ですよね。すごいリラックスして今回楽しめました、すごいいい映画。なんか、心になんとなく見てよかったねとか、うん、見て楽しかったねっていうぐらいの、うん、なんか軽い感じの印象っていうんですか、はいはいはい、なんか可愛い感じとか、可愛い映画、はい、そう、なんか好きとかっていうふうに思ってもらえるような映画を目指して、うんうん、そうですね、その軽みを目指すのに大変な苦労されたっていう。今までってその小林さんの映画って軽くないんですよね、全部は実は重いんで、だ今回はちょっとその点ではびっくりしました。ただやっぱりその主人公、あるいは主人公たちが、あの理屈臭い若者であるっていう、もう本当小林圭一イズムだなと思ったんですが、ただ今回、まあ、ちょっとウディアレンのイメージがあったっていうふうにおっしゃられましたけど、こういうその男性、男子キャラクターでここまでその小林さん的なといいますか、あのメインに来る人物って初めてな気がするす。確かにそうです ね、はい、だって今まではあの要するに女子主人、女性主人公がこういうなんて言うんでしょう、その小林圭一的なカラーとかメンタリティとか、まあ思想性みたいなものを背負ってこう登場するっていうパターンが多かったと思うんですけども、今回その亀尾楓珠さん演じる西条がなんかちゃんとそのいろんなものを背負って真ん中にいるっていう感じですよね、うん、これってなんかまあ原作通りではあるんですけども、男女が違うっていうところのさじ加減って何かありました？あ、でも一番初めに、なんか脚本の段階なんですけど、魅力が、西条の魅力が伝わらないってよくプロデューサーに言われたんですよ。これ大きい問題ですよね、はい、そっか、魅力伝わらないかとか思ってそこも結構悩んだりとかしたんですけど、それ言われたら悩みますよ。そうそうそう、どうせっちゅうねんみたいな。原作にもあるんで、原作はでもやっぱり魅力的、ちょっと魅力的だったりするんで、はい、そうですね、
じゃあどうやって表現したらいいんだろうみたいなところをずっと、なるほどね、試行錯誤してました。当然あれですよね、はい、でもその上本さんのキャスティングが決まってない段階での試行錯誤ってことですよね。決まっててもそんな感じでした。決まっててもまだ、はい、あの上本さん前提でもこのキャラクター作りっていうのはなかなか苦労された。なんかイケメンじゃないですか。そうなんですよ。だからちょっとびっくりしたもんこの感じ今までのそのイメージ、いろいろちょっと拝見したイメージから違う、はい、全然違いますよね。だびっくりしました。この期間奇跡的にこんな感じだったのかもしれないですけど、ね、いやもちろんねお顔立ち見れば本当綺麗な顔なんですけども、ちゃんとこの西条になってるっていう。そうそう、今までそのさっきあのちょっと理屈臭い若者って言いましたけども、はい、あの桃色空をの、まあ、川島出雲しかり、はい、あのボントニーちゃんのボンちゃんしかり、はい、あるいはその殺さない彼のあの鹿の名前だったりっていう、はい、まあその頭でっかちな変わり者の、まあ女の子が、はい、あのこれまでは真ん中にいて、で今回はでもその彼がっていうところで、で恋というテーマに沿って、はい、その頭でっかちな若者が現代社会のリアルにこう揉まれていくっていう展開は、あこれまでと踏襲した感じだなと思うんですけども、うん、でもそこで魅力を出す決め手っていうのは どこだったんですか。やっぱりちょっとその性格的なところなのかなと思ったんで、まあ後で出てくると思うんですけど、西条が、まあ、誰を選ぶかみたいなところとかも含めて最初違ったんですか。そうです、そうです。原作とも違うんですよ。いや原作通りです、初めは。あ、最初はってことですか、はい、あ、はい、そのオチはね。そうです、そうです。ラストは本当ね、また後で言うと思いますけど、はい、そう、これネタバレにも関わりますからね、はい、ちょっと後半に撮っておきたいんですけど、まあなんか西条の性格的な部分っていうんですかね、もうちょっとその漫画の方だとちょっと原作の方だとちょっとオタク口調というか、そうですね、ノリがちょっとそんな感じだったんで、いわゆる今のオタク陰キャっていう感じのタイプですよね、だ変人っていうところを割と強調するような感じに、動じないっていうんですかね、なるほど、超然としたような感じに、はい、前はじゃあもうちょっとなんかベタっとした感じ、そうですね、原作に近くてもうちょっと右往左往な、あれこれ悩んで、なるほどね、でも今回は悩んでるのもあまりわからない感じだけど、まあその悩んでる姿がちょっと可愛らしく見えたりとかっていう方向に持ってきましたね。難しいチューニングが。そうです。で最終的にはまあ神尾くんがいい感じにやってくれたんで、いや素晴らしかったですよね、はい、で侍みたいになったんですか。そうです、そうです。武士みたいになった、はい、そうです、そうです。でもそれ元々の、はい、あの小林さんが持ってる駒のとこに結果的には近づけていったようなところ。そうですね、ね、はい、うん、そうか、武士かと、だって川島泉とか武士ですもんね。そうですね、まあ、口は悪いですけど、口は悪いけど、はい、なんかこうブラブラしてる下級武士みたいな感じです、はい、そうですね。そう、それでその西条のまあ相方的にいつもまあそばにいる存在として、はい、まあ、幼なじみして今その同じ東京の大学に通うという設定、まあ、北城さん、はい、西野七瀬さんが演じておられますけども、はい、今までだからこの、北城ポジションが男の子だったですもんね。あ、そうですね、そうだから逆転してるんですよね。やっぱりそこでもなんかこっち側はいかがですか。北城に関しては割とぶれずにやれたって感じですか。はい、いや北城もなんかいろいろやっぱり試行錯誤しましたね。そうなんだ、はい、あんまりなんか心の中を見せすぎちゃうと、うん、ちょっとめめしくなっちゃったりとかするので。あ、確かに、ね、でも彼女はそういうタイプではないですね。じゃあ原作だとすごく丁寧に心の声とかを入れてるん で、うん、ですごく彼女の気持ちがよく分かるんですけど、うん、今回あのプロデューサーの武田さんから本当に、はい、心の声やめようかみたいな感じで最初心の声いっぱい入ってたんですか。いや一番初めの脚本の時からそれは入れるのやめようみたいな感じで初めからでした。だからまあ入れるとしたらナレーションみたいな感じになっちゃいますもん ね、まあ、それはやめて、はい、まあ、彼女もどっかその表情とかあの佇まいからは感情は読み取りにくいような感じに、ね、大正解な気が
します、そう、そしてその、まあ、ちょっと4人説明しましょうか、はい、じゃあ、 西条がまあ一目惚れみたいな形で好きになる相手が、はい、平祐奈さん演じる篠宮、はい、篠宮ロー、女の乱の篠宮ですので、はい、すごいこれは同じなんですけど、はい、で彼女は、はい、まあ、単純に言えば女性版の西条っていう設定ですよ ね、うん、ね、まあ、これは原作もそうだと思いますが、はい、で最初はだから、これは原作通りだからいいと思うんですけども、西条が、まあ、彼女に一目惚れして、はいはい、まあ、接近していくっていう流れがあるじゃないですか、はい、それも変えてたんですか。いや、そこは変えてない、ね、そこは変えてないのか、はい、なるほどなるほど。出会い方とか出会い方が変えていた、いろいろこう変えてましたね、うん、あ、そうなんだ、はい、ボーイミーツガールの、その、はい、ここのボーイミーツガールの、出会いのシーンは出会い方とかが、例えばボツになったやつでどんなやつだろう、どうだったっけな、これ使いたかったけどダメになっちゃったみたいなのないんですか。あ、あ、それはなんかいろんな要素で映画の中に入れてるんですけど、あ、入れてる、うん、例えば木の下で出会、はいはいはい、っていうふうに初めやったりとかしたんですよ、雨宿りで。あ、雨宿り、はい、ちょっと逆光の頃的な方向でというか、はい、雨宿りの中で2人が出会うみたいな感じにしたりとかしてて、でもそれだとちょっとなみたいな感じで、ちょっとご自身が、はい、なんか納得いかなかったんで、で違うポジションを持ってたんですよ、それを。結果的にその原作をちょっとアレンジしたような感じですよね。そうですね、大学の教室で出会うという感じなんですが、はい、でもう一人が、馬場ふみかさん、はい、する宿り木さん、はい、宿り木ってすげえ名前ですけど、ね、彼女がもう本当にいいスパイスといいますか、はい、まあ、濃い大きい女性で、うん、その分でも恋愛については一番冷めてるというか、はい、うん、略奪愛というモードのみにスイッチが入るという、うん、これもなんかその殺さない彼でいうと、まあ、キャピコっていう気もするし、まあ桃色空をだと小野蓮美さん、はいはいはい、僕もあればちょっと真由澄香織も入ってる、ね、気もするし、ボンとリンちゃんだと美羽ちゃん、はいはい、肉便器とか言われてね、ひどい言われ方をしてる、はい、まあ、ボンちゃんと対決する、ヒロインボンちゃん対決するアンチテーゼポジションの、はい、キャラクター、でやっぱり小林さんの映画でなんかおなじみな感じがするんですよ、ね、うん、そんなご自覚はなかった、あんまなかったでもやっぱりこういうなんかちょっと、はい、要はそのこの3人で恋愛経験がないっていう感じなんですよ、いわゆるその交際体験、はい、でも一人だけなんかそのアンチテーゼみたいな人がいると物語が動くじゃないですか、はい、考えが動くというか、すごい重要ですよね。そうですよね、うん、結構重要で、うん、初めの初稿とかその編集編は、うん、もうちょっといなかったんですよね。で、登場させてなかったんですけど。そうなんですか。なんか読んでくうちに宿り木いいね、うん、みたいな。みんなの受けも良かったみたいな。宿り木もっと出そうよみたいになっちゃう。そう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 。分かりますよ。はい、前半の方に出してとかって。どんどん大きくなっていった。そうそうそう。なんか今回だからいろんな人の意見をなんか脚本に落とし込んでって、そういうなんか数学的にこうなんかパズルをこうやる感じで作っていったんですね、うんうんうん、それって今までとは全然ない、初めてですか、はい、うん、だからすごい新鮮っていうのと、あとなんか自分のステップアップっていうか、そうですよね、はい、ちょっとおおっていうなんかできた瞬間あ、こんなこと俺できるのかみたいな、はい、でもそう前のその活弁出ていただいた時に、その最初の3作って本当にその小林さんの自我で、はい、本当作家として作家小林圭史で作られた、まあ逆光の頃も田中克樹さんの原作ですけどずっとお好きだった、はい、ね、作品だったから、その思い入れで作った思い3作品がどんどんどんとあって、前のでも殺さない彼はちょっとその職人モードでやれたことの喜びみたいなことを語ってらして、じゃあそれがさらに延長したっていうところが、そうですね、それすごくいいですよね、うん、なんか勉強になることもすごいいっぱいあったんでそうだから最初の3作品は、はい、他人の意見聞きたくなかったって言ったけど、はい、殺さない彼からはいい意見だったら全部入れちゃうみたいな、はい、もうそのこれも今回そんな感じで、まあ、じゃあどんどん、そうですね、もう本当にあれ
みんなの今までリハーサルとかやったりとか、事前にやってたんですけど、はい、もうそういうのもなかったんで、みんな忙しいんでできなかったんですよ。じゃあもうそこに合わせて、はい、いやいいっすよみたいな感じ で、はい、でそれでどう自分がこう、演出プランを自分に落とし込むかみたいなところもかっこいいじゃないですか、あったりとかしたんでなんかまあなんとかできたなって感じで。でもそもそもそのなんかあの作家的に強い3作品を作られる前はずっとでも映像業界にいられた、来られた方だから、別にそこは全然勝手知ったるもんじゃないんですか。いやなんか映画っていうとやっぱりちょっと構えてるところがあったんで、まあずっと残っちゃうっていうのもある、あったんで、なるべくこう自分の意図を伝えてから現場に入ってもらいたかったんですよ。でもまあでも前回の殺さないかって知らない彼女でその期間がぐっと短くなって、でもっといけるのかもしれないみたいな感じで、だから割とあの自分が思っていることとかを、その何ですかね、映像業界に行ったけどその言語化するっていうのをそこまでしてこなかったんで、演出の言語化ができるようになってきたのかなっていうふうに。すごい、この10年で10年かかってますけど、そうもうだからそう2年半ぶりなんですけど、はい、我々同い同級生なんですよね、あの生まれ年は早生まれなので、72年は早生まれ、僕71なんですけど、もう50じゃないですか、50にしてでも成長してるっていう、いいっすよね、経験値がどんどん勉強していかないと。いやいいお話です、はい、こっちもなんか勇気が出る、はい、やっぱり勉強ですよね、はい、でももう本当ねこの4人のキャラクターが、僕ね原作漫画に揃ってたのがすごいなと思いました。なんて小林圭一の、はい、もう世界の図式が原作にあるんじゃんとか思いました、はいはい、これをそんなに大きくは変えてないですもんね。そうですね、大きく変えてないですね、でしかもあのこの、 あの女性キャラクター3人が揃うトリオのバランスが、はいはい、あの桃色空をの3人組の感じすごい似てるんですよ似てると思いませんでした、はい、思いました、それ思いましたなんか、はい、バランス感とかすごい似てるんですよね、なんか撮ってる時も思ったんですよね、これどっかで撮ったのみたいな感じ僕も見ながらすごいなんか前に見たな、あ、桃色空をじゃんとか思った、小林さんの映画で見たわみたいな、微妙に違うんですけどでもなんか既視感がちょっと自分の中でありました。そう、あの3人の配分は違うんですけど、3人が揃った時のなんか総合値が同じって感じがするんですよだからあのトリオで醸し出す雰囲気同じなんですよ、それすごいですよね、もちろん、まあ、全然成長できてないですね、そんなことない、そんなことないだからそれをなんかこうやって、あのこういう職人モードでそれがやっぱり実現できるっていうのはすごいなと思いました、でやっぱりそのさっきも言いましたけど、あのお話し内容セリフも含めて、結構本当拾ってるところは原作からたくさん拾われてると思うんですけども、まあ、やっぱりその当たり前ですけども、やっぱ小林圭一の世界というところにぐーっと寄せて映画は作られてると思います、でやっぱりそのセリフってことで言うと、まあ、あのキャラクターもそうですけど、西条、まあ、篠宮、あと北城もある程度そうだと思うんですけども、やっぱりさっきあの武士とか言いましたけど、もっと古風っていうところにぐーっと寄せてますよね、この古風っていうのが、前にその活弁に出ていただいた時に、ここ数年でハマったものに歌舞伎があると、あ、そうですね、歌舞伎がまず出てるなっていうのが、っていうかあのワンシーンありますもんね、歌舞伎のシーン、大向こうみたいなあのちょっと言うと、あの大学の教室で、あの篠宮さんが、あの、略奪愛が純愛として語られがちなこれまで文学とかでの道理が、まあ気づいたと云々みたいなことをおっしゃって、結構こう声高らかに語るシーンがあって、北城さんがよう篠宮やっていう歌舞伎出てるんじゃん、そうなんですよ、入れてみた趣味じゃないですか、趣味、趣味ですね。でもまあちょっと西野さんが言ったら面白いかなっていうのも面白かった、すごい、だからそれまで の、 あの感じとハマってたから、すごい受けましたけどね、あれって割と最初から入ってたんですか、あの客が。いや、あれもそんなに入ってなかったですね。そうなんだ、途中でじゃあこれ歌舞伎入れれるかもなみたいな感じ。そうです、そうです、そうですやっぱりあの古風っていうところが、にキャラクターを寄せたことで歌舞伎も入れやすくなったみたいな、どっちかというとこの篠宮を古風な方向に持っていったの、そうですね、グッと、
いつの時代の人タイムスリップしてきたっていうオチがあってもおかしくないぐらいの、はい、ジブリの本当に主人公みたいな感じのやつを現場でもずっとやってたんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、ジブリの主人公だからねジブリの主人公だからねっていうのをずっとやってたんですよ。それで思い出した、はい、あの前にだからあの歌舞伎ともう一つ数年でハマったのが、はい、あの赤毛のアン、はいはいはい、あのジブリじゃないんですけど、はい、高畑勲が、はい、演出の世界名作劇場の79年から、はい、赤毛のアンシリーズになぜか40代後半になってハマったっでもね赤毛のアンイズムも感じました。あ、本当ですか。だってあのなんだろう、あの篠宮さんとかの、あのなんとかですものとか、はいはいはい、あの感じ、はいはいはい、なんかアンシャーリーダイアナ、そうですね、なんか世界名作劇場のアニメみたいだなとかちょっと思いましたけど、ね、はいはいうん、意識は意識全然しなかったですけど、ジブリの主人公っていうのはなんとなく、うん、そうだな、はい、じゃあそこでつながってる、そうですね、うん、ちょっと現実感がない感じですね。浮世バネしてるっていう漫画の原作にもあるんですけど、うんうん、そこをぐっとこうブローアップしたというか培養したというか、え、なんかその小林さんの中で原作からのアレンジとか再構成でいうと一番大きなポイントになったのってどこですか。再構成、うん、あのやっぱ7巻あるんで、そうだな、もっとこう凝縮しないといけないか、それ今までと違いますよね、はい、今までってあの逆光もあの殺さないからもう短かったですもんね、はい、これ長いですもんね。そうですよ、だから7巻あるんでギュッとしなきゃいけないんで、うん、宿り木の行動とかをより大胆な方向に、うん、確かに、はい、持ってったっていうのがまあ一結構工夫した感じっていうんですかね。そっかそっか、やっぱりその、まあ110分ぐらいですかね、はい、そこにこうグッと押し込めるためには、割と行動をくきっとさせていくっていう、はい、凝縮してそうするともっと突拍子のない行動、うん、インパクトある、うん、あの付き合う原作にある付き合うのと同じぐらいの衝撃が読者になるような感じの、うん、見てみらあるような感じのものをやっぱり作らなきゃいけないっていうのがあったんですよね。だからそういう感じで、まあ、割とぐっとこうした圧縮させたって感じですかね、うん、宿り木さんの無理中がありますもんね、はい結構もうやばい人ですね、あれね。そうですね、うん、もうあのそのあの時のね、あの彼がもう奪われた感の、走り出してる感じとかめちゃくちゃまあしょう、まあ、今はね、まあ、面白いと言ったらなんか、あのツッコミ張りそうですけど面白かったです、はい、普通の人だったら多分すごい喜ぶと思うんですよね、このこんなまあね、はい、もうこの方だったら、ただ彼の場合はっていうことですよね。そうですそうです、うん、そう西条はね、ちょっとうわーってなっちゃったっていう、面白かった。ちょっと細かくお聞きしてよろしいですか、はい、なんか面白いなと思う、はい、あの最初僕だから映画を先に見たので、最初その名言格言の引用テロップが出るじゃないですか、はい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 、恋とは誰しもが、はい、メモしてきましたけど、恋とは誰しもが語れるが、誰しもが正しく語れないものである、はい、シーロー・キーター、はい、僕これ見た時後でシーロー・キーターって人、はい、検索しなきゃいけないあそうなんだ思いましたけど、そしたらね、この方北四郎さん、そう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 、あ、これオリジナルじゃないですか、はい、本当にでも古典文学とか、その哲学、古典の哲学にありそうな名言っぽいですよね、はいはい、作られたんでしょ。作りました見事ですこれどういう意図で、これすごいですよね。これはですね、うん、初めそのなんていうんですかね、初めなかったんです、つけてなかったんですよ。あ、でもそんな気しました、はい、なんかそのいっぱい脚本書かれたと聞いて、で途中から書いてそれを、はい、もうなんかわけわかんなくなってきちゃったんで、恋についていろんな本読んでとかしてあ、そうか、なんかプレス資料によると、はい、なんかスタンダールの恋愛論とか読んだりとか、めちゃめちゃいろいろ読まれたらしいですよね、はい、古典から現代文学まで。そうですね、その過程でじゃあもうなんか、うん、結局もうなんか人それぞれだなみたいな結論になってそれをちょっとなんか、遠回しに言う言い方を、うん、あのそれっぽく書いて、初めなんかアダム・ジョンソンみたい な, なんか適当な名前作ったんですよいそうじゃないですかアダム・ジョンソンみたいな、アダム・ジョンソンもいそうですよね、はい、うん、そしたらなんかプロデューサーの
か、うん、あこれどっから見つけてもいいねみたいな感じで、そうやって騙されてるじゃん。だったら、うん、そっかと思って、それ騙されるのかと思ったら、騙される、うん、ネタバレしをちゃんとした方がいいのかなみたいな感じに。あそうですね、これはした方がいきかな、はい、逆に、と思って、うん、あのシロキータにしたみたいな。これ面白い、僕本当に騙されましたもん、はい、本当ですか。シロキータマジで知らんなと思って、はい、絶対後で調べて、あの調べちゃんとこういうことですよって言おうと思ったら、はい、この人は、オリジナルだったっていう。でもこの恋とは誰しもが語れるが誰しもが正しく語れないものであるっていうのは、はい、本当でもこ の,、あの映画のテーマを抽出したような、そうですね、すごくいい、はい、あの命題ですよね、うん、バチッときたなって気しませんでした、この言葉出てきた。あそうですね、それ、うん、もうちょっと端的に言えた方が良かったのかなと思ったんですけど、いや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 、まあなんかちょうどいいのかなと思って。ちょうどいい、はい、騙されましたもん、うん、なんかでもヒントになった実際の名言、はい、格言とかあったりします？いやなんか これの言葉ですか、うん、いやそれは別にないないのか、ないです、ね、じゃあいろいろこうガーッと入れた挙句、はい、結論としてなんかみんな語ってるけどなんか答え一つもないなみたいな、こんだけ古今東西の文献読み漁っても答え一つもないなみたいな、うん、そうなんですね、毎回みんな更新していくような感じでもないし、だからずっと同じことを何千年もやってるんですよね、やってるんですよね、これ深いですよね、急に深い映画に見てきましたね。そう、それで、はい、そう僕冒頭シーンがまさにこの馬場文香さん、はいはい、宿り木のアップで、何者かに頭から銃を向けられてるという、オリジナルですよね。そうですね、そこになんとあのね、シー&ヒムのセンチメンタルハートが流れる、はいはい、これファーストアルバムの1曲目でしょ。ああそうです、僕も聞いてました。ボリューム1 あれいいですよね。いやもうちょっと懐かしかったです、はい、だからズーイデシャネルがそのちょっと後に、はい、あの500日のサマーに出たという、はい、あの流れ 10年ちょっと前の流れが、もう普通に大きいなってたって感じなんですね。そうです、うん、もうであのパソコンにずっと入ってて、うん、であの聞きながら脚本書いたりしてて、あらこれいいなみたいな感じで、それはあれですか、その勝手に流れてきて、あの自分の入ってるやつもシャッフルしてシャッフルしてそしてなんかあこれ流れてくると気分合うなみたいな感じ、そうですね、そのまま転写したみたいな、いやすごいなんかしかもめちゃめちゃそのなんだろう、映像がやや不穏さがあるので、はい、いい感じですよね、でも爽やかっていう、はい、なんか特別な感じありますよね、彼女 のシーン&フィルムって。いやめっちゃいいですよね、あの、まあ、ズイデシャリでもだからあの時期すごい良かったって思って、うん、はいはい、そうそう10年ぐらい前の感じ、そうめっちゃいいですよね、でちょっとこれ余談ですけど、僕だからあの大根仁志監督のモテキって、はいはいはい、500日のサマーオマージュがあるんですよ。あそうなんですか、それご存知なかった。知らないですよね。あるんですよ、はい、あの大根さんも大好き で結構早い段階でオマージュで取り入れたりするんですけど、はい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 、これモテキっぽくもあるなと思って西条にとっての見たことないですよ、モテキ。そうなんだ、はい、そうちょっと見てほしいなと思って、 あの藤本幸雄っていう主人公がいるんですけど、はいはい、やっぱり眼鏡かけてて、はいはい、で周りをこう急になんかモテキがやってきたみたいな感じで、こう素敵な女性たちに囲まれるっていう展開で、なんか500日のシー&ヒム500日のさモテキみたいな連想ゲームが、それ偶然ってことですよね。うん、いや面白いな、いやいいですよね。だえあれああいうでも規制局ってあの権利料とかって割とするんで、どうなんですかね。うんって言ってますよね、はい、だから良かったですよね。結構無理に言いましょう、そこ、だから良かったなと思って、はい、そう、すごい本物使ってんじゃん、でその後、まあ、あのさっきそうそうあの出会いのシーン、はい、苦心されたという大学の教室で、あの西条があの篠宮さんのノート、いろんなあれ文学作品を書き写してるってことなんですか。あれ感想を書いてるんですね。あれ感想か、はい、写してるわけじゃないんだ、はい、それを勝手になんか西条が赤ペンで添削構成していくっていう、はいはい、うん、あれも映画オリジナルですよね。そうですね、あれ感想か、なるほど、僕なんか一節を書き写してるのかなっていうふうにも思ったんですけど、うん、あでもそれでもいいと思うんですね、イメージとして。結局感想というか恋を知るために、自分なりのあれを書いてるんですよ、文章を。なるほど、ね、彼女は研究、はい、研究してるんですよ。
であそこでちらっと見えたのがあの芥川龍之介のアババババと、これ、はいはいはい、割これも読んでいろいろ読んでる時に読まれたってやつですか、はい、いやそれは読んでないですから。あそうなんですか、はい、あれのなんかあれは美術さんがあそうなんですか、はい、そうでもいろいろちらって見えるんですよね、あのアババババとか、ね森鴎外、はい、そうそうそう遠藤周作、はい、ちらちらって見えたから、遠藤周作とかもそうっすよね。そうあれなんだっけ遠藤周作なんだったっけな忘れちゃったな。でも読んでる、はいうん、でもやっぱりなんかそういういろいろ読んだ痕跡っぽいものがたくさんあるなって気しまして、あの西条があの恋は宇宙的な活力である夏目漱石、はい、これはあれ猫ですよね、はい、我が輩は猫である有名な、これオリジナルですよね、なかったかな、これない多分ないと思いますね。そうですよね、はい、でももうちょっと忘れてるぐらいにあのごっちゃになってるんですよね。いや分かる、でも僕もなんか原作と映画割と近い時期に見ると、僕もあれどっちだったかあったっけなかったっけみたいなって怒りますもんね、それやっぱり書いてかなりもうごっちゃになっちゃってて、確かなかったと思いますね、だからそう、はい、でも本当に僕これはだから小林さんのオリジナルかなって思ったセリフが、あこっちにあんのかみたいなことも結構あって、あ本当ですか、だからすごい綺麗な混ざり方してる気はしたんですよね。ただもう一個言うとあの、西条でそれはシェイクスピアがクリストファー・マーロの一節を引用しただけだって、はいはい、これ原作へのツッコミじゃないですか、はい、あそう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 、あの原作ではねあのシェイクスピアとして引用されてるんですけど、はいはい、いやそれクリストファー・マーローだよっていうツッコミ入れてんじゃんって思ってけど、なんか読んだ痕跡がそこにもあるなと思って、はいはい、まあいろいろ調べていくうちに、あそういうことシェイクスピアもあれ引用だったんだと思ってそれはすごいだから、そういうのも受けてましたけどね、いちいち。であとその西条の下宿がだからさっきあの武士って言いましたけど、はい、文豪ですよね、あもう一個そうですそうですあの下宿とか、はいうん、あの下宿もわざとな感じでしょ、大あそうです文豪みたいな感じにあの本の積み方よみたいな、はい、こうちゃぶ台みたいなこう床にだからあの坂口安吾あそうそうそう坂口安吾の多分あのイメージして多分作ってくれたんだと思うんですね。あそれはリクエストしたわけじゃないですか。リクエストはしてないですけど、なんか写真をこう見せられて、この感じって言ったら坂口安吾でした。あれ有名なやつありますもんね、はい、あれはもっと散らかってますけどね、はい、あれをちょっと片付けたような、もうああいうのもすごい面白かったですね、そうでだからなんかその古風なのも混ざってるんですけども、いろんなでもそのなんだろう古風だけでもないっていうバランス、そこってどう気をつけました、あんまりそのなんだろう武士文豪みたいなところに寄りすぎると、今度逆にそのリアリティみたいなものが薄れてくるようなとこ、危険があるじゃないですか、でもそこもなんかすごく綺麗にやられてたと思うんですけども、そこのなんか、バランスっていう風にとかって結構捉えてたんですか。それやっぱりあの北城とこの宿り木とその仲間たちみたいな感じのところで、そうかそうか、現実、今っていうところを意識させる、ためにあこちら側は、はいそうですね、確かにそうですよね、なんかあくまでそのなんだ今の子にちゃんと見えるのがすごいなと思って、いろんな意味で多分そういうのが混ざって普通に多分ちょっと見たり、まあ、携帯をあのガラケーじゃなくて、あの一応 iPhone の5とかあそうですよねそうですなんか こっちまだガラケーそうガラケー時代だと思うんですねですよね、iPhone5 とかなんか一応スマホを使ってるみたいな感じにはだからやっぱりそこのバランスは、むしろ丁寧にやらないとそうですねそう結構あの荒技ですもんね、この武士いや携帯はなんか簡単にガラケーってやつちょっと、あのそういうキャラクターになっちゃうじゃないですか、わかります、あの僕も割と見てて、日本映画その辺こう作り手の方迷われてるんだろうなっていうふうに思うんですけども、そこは普通で良くないかと思う時が多いんですよ、やっぱりなんか割とこのキャラだったら未だにその機種を変えないでガラケーを使ってるっていう風な選択もね、あの取られる方もいると思うんですけども、なんか逆に違和感があるんですよね、ありますやっぱりあります、ありました、なんでスマホちっちゃいスマホ、ね、5S みたいな武士のくせにね、両手で打てるんですよそうだからなんかそこのでも前の殺さないからの時も結構その、やっぱりセリフがちょっとそういうあの
硬い感じに寄せちゃうから理屈っぽいし、そのリアルとそういうなんかある種のファンタジー の、 あのバランスを取られるのは重要だってことを語ってらっしゃる気がします。今回もそれは同じですよね。あ、そうですね、やっぱりあの、うん、なんかこんなやつにないよみたいな感じでずっと思われちゃうのもあれなんで、うん、確かにね、はい、だから現実にちょっと引き戻す感じっていうんですか、うんうん、例えばちょっとあの北城が最初会った時、うん、あの喋り方キモいと思ったしとか言ってさらっと言ったりとかするのもなるほど、ね、やっぱり入れとくと、うん、あのやっぱりあの観客はだよねみたいな思ってくれるんじゃないかなと思ってそうかそうか、だから明確に武士かよっていうツッコミも入れるとか、はいはい、やっぱりちょっとその客観的な視点っていうのをちょいちょい入れつつ、そうですね、そうでもそこ見事ですよね、うん、あとやっぱりそのさっき言った赤毛のアンっぽいっていう、その、なんかやっぱり高畑勲監督あるいはジブリのアニメって、はいはい、どっかその、現実とファンというのは中間にあるアニメのような気もするんですよね、うんうん、なんかその感触もやっぱあんのかなと思って、なんか赤毛のアンでいうと、まあギルバートではないんだけど、はいはいはい、でもやっぱりあの感じで出てくる男の子みたいな気はちょっとしましたけどね、はいはいはい、なんかこう実在感のある、あのアニメキャラクターっていうイメージもちょっと見ながら、そうですね、でもその温度感はやっぱり気をつけられてるわけですよね。ちょっとまた細かいことですけど、はい、あの西条と北城さんがあの川釣りしてると、なんかリバーランズスルーイットみたいな、はいはいはい、鮎釣りを、鮎釣り、これオリジナルですよね。そうですね、でもオリジナルっていうかこれ桃色空をですよね、あと釣り盛りもありました釣りってされるんでしたっけ。いや全然しないですあ、しないでしたっけ、なんかあ、してんのかなって普通に思っちゃう。また出てきたから、はい、あれなんでそうしたんですか、釣りのシーン。あれはですね、まあ、原作にちょっとなんか夜釣りでも誘ってみるかみたいなセリフがあるんで、ね、チラッとです、はい、だからそれが、うん、もしかしたら釣り好きなのかなみたいな感じがあって広げちゃったっていう、それを広げてやりました。でもそのさっき撮影が7月だってお聞きして夏だった、はい、で原作だと結構海行くじゃないですか、はいはい、その代わりかなってふうにちょっと思ったんですけど、そういった感じもなかった。うん、そうですね、海よりはなんか、遊ぶのはやっぱり川とかそっちの方が合うんじゃないかなと思ったんですよね。あの鮎のその串刺しのこれがまたもう江戸時代みたいな、はい、いいですよね、あの串も、あれ結構もうこだわりで串グッとやってこう炙るみたいな感じ。あ、そうそうそう、あれはまあ別で作ってくれたんですけど、うん、あれ天然鮎なんですよ本当に。マジですか釣ってきてくれて。あ、そうなんですか。あの釣り指導の人が言ってくれてすごい、でも細かいとここだわってるそうそう、なんかいやその方がすごいこだわってて、鮎のなんか背びれの色が違うみたいな感じで天然だったらこの色なんでっていう、養殖と違うんですよみたいな感じで、すごいシーンですね、はい、でもこの感じがまたちょっとそのジブリっぽいんですよ。 あるじゃないですか、はいはいはい、ああいうこういうなんか絵に描いたようなものを食べるシーン、そうですね、はい、そうあれもめっちゃ好きなんですけどね。なんかそういうちょっと憧れみたいのとか、やっぱ映画の中に入れておくと、うん、映画ってなんかちょっと芳醇な感じになるっていうか、なりますはい、なります、ちょっと現実ではないかもしれないですけど、そう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 、やってみたくなるみたいなことは、そう、はい、なんか2人で遊んでる時はちょっとそういうのも入れてみたりしましたね。でも僕本当ジブリがこれだけポピュラリティあるのって、はい、その温度感な気するんですよね。なんかあれちょっと真似したくなるような生活感があるファンタジーというか、その感じがすごいありますよね。あの目玉焼きとかも、そうそうそう、そう、なんでしたっけ、トーストに目玉焼き、そうそうそうあれもちょっとね、もうあのアニメならではの目玉焼きだったりするじゃないですか、現実あれなかなか難しいだけど、ちょっと真似したくなるような感じですもんね、はい、ロケーションもすごいいいですよね。はい、そうなんですよ、すごいおかげさまで。なんかどこで撮られたんですか。岡山なんですよ。あ、ちょっとエンドロールで確かに岡山のあれがちょっと出てきた気がする、はい、岡山はなんかそれはゆかり大森千葉県ですもんね。はい、全然あれなんですけど、もともとはその愛媛で撮る予定だったんですけど、ちょっといろいろコロナの事情とかいろいろあったんで、うん、まあ、岡山が受け入れてくれてたんですね、ロケ先を。そうか、ま、もう当たり前ですけどコロナ禍ですもんね、撮影ですもんね。で、まあ、そこでやらせてくれって言ったんで、うん、
ただなんかいろいろこう、まあ、いい川もあったりとか街並みもいいしっていうところで脚本もやっぱりあの岡山のバージョンに変わりました。だから川釣りもあるみたいな、はい、そういうことか。やっぱり土地の感じっていうのがすごく大きい、うんね、じゃあ大学はこれ東京設定でも大丈夫なんですか？映画あ東京じゃないです。あれはないのか、はい、そうか。えこれは原作とじゃあ混ざってた、はい、原作は、ね、あの東京でしたっけ。あそうなんですか。違ったっけ。多分松山だと思いますよ。これはあこれ松山か。愛媛大学の話だと思います、ね、あそうなんですか、はい、これは僕の勘違いですね、はい、そうなんですね。じゃあここも、岡山の大学でっていう。そうですね。そうかそうか。明確にまだ原作もどこっていうふうに言ってないんで、もしかしたら東京っていうふうになんか街の感じとか読んでると別に東京でもおかしくないですもんね。確かまあどこでもいいっていうような感じなんですね。じゃあちょっと最初に東京の大学って言いましたけどそれは間違いということで、うん、はい、あの岡山の大学、あの篠宮さんの住んでるお家が、はいはいはい、あのずっとすごい山奥になってるっていうのも、まあ、原作をさらにこうぐーっとデフォルメした部分だと思うんですけども、うん、はい、なんか琴みたいになってますよね。あれも岡山、岡山です。岡山です。僕も京都かなと思いましたもん、ね、あそこはなんかベンガラっていうなんか、そうなんですか、はい、染めなんか染料みたいなの町、岡山らしい。そうです、ね、染料の町ですもんね、うん、赤のなんですかね、屋根全部屋根で。あそうなんですね、はい、じゃあやっぱ古都では。そうですね、うん、昔はすごい栄えたらしくて、うん、すごい山奥で車で岡山市から1時間半とかかかるんですけど、うん、江戸時代なんかでも、瀬戸内海で取れたやつがその日のうちに魚が並んでたらしいんで、そのぐらいのルートがあるぐらいな。あんな山奥で。そうなんですよ。なんか結構不思議な町で、お金持ちばっかりがいた。なるほどね。だからそこのお金持ち、昔からいる地元のお金持ちの中に篠宮家が、篠宮邸が、はい、ドンとあるという設定なんですね、はい、あそことかあの借りれたわけですか、あの、はい、篠宮さんが住んでいるお家とか、すごい趣ありすぎのあれ重要文化財みたいな感じで、こんな気にしてこんなとこ住んでんだと思ってビビりますよね、うん、でもそれもやっぱ岡山ってことが決まって、ああいうなんかその地形を生かした町並みを生かしたっていうところであのロケーションされた。あそうですね、あでもそこは原作じゃなくてもともと書いてたんですか、はい、もうずっと山奥にしようと思ってたんで。それはなぜなんですか。あの浮世離れっていう設定だったんで、町の中ではもうどう描いても浮世離れは無理だなと思ったんですよじゃあこれはもう一個世界を変えないとっていう、はい、だからやっぱりどうしても人物のその造形というか、うん、バックボーンを考えると、うん、やっぱ山奥に住んでいて、なるほどね、っていうようなことでそういうふうに しましたね。あれ実際本当にでも通学できないぐらい山奥ですよね。そうですね、やっぱ自分の車があれば1時間半ぐらいとかで行けるんですけどそれでも1時間半か、すごいですよね、はい、まあ、そこはちょっとデフォルメだけど思い切ってもう山奥行っちゃおうと、はい、うん、そう。でもあのお家も素晴らしかったですし、はい、まあ、そういうこともありつつなんですが、そうで、あのお家にあの篠宮さんが一人で住んでるんでしたっけ、はいはい、設定としてもこれも原作に沿ってますけど、これってあの親のいない物語世界ですよね、もう全然その、まあ、西条も篠宮もまあ両親がいなくて、うん、おじいちゃん子、はい、あるいはおばあちゃん子であるっていう、はい、まあ、それは原作を踏襲してるとは思うんですけども、はい、ちょっと不思議な感じはしました。親の影が全然ない話。そうですね、うん、それは書いていてどういう感じだったんですか。いや、なんか大学生だからまあ、うん、なくてもいいのかなっていう。確かに、はい、うん、ただやっぱ親がいないっていうこの設定だからこそ、うん、惹かれ合う部分もあるのかなみたいなところもあったりとか、あとちょっと変だったりとかっていうところが、うん、まあ、実はちょっと暗いところを、そこですよね、はい、うん、思いっきり明るくしてるみたいな、うん、そうだからそこは結構本当原作にある部分を大切に こ, う、こちらにあの映されてるなと思って、はい、あのまあ、明るいって言いましたけども、まあ、その持ってる暗さっていう部分でいうと、うん、その親っていうところにまつわる部分ですよね、うん、まあ、隠してる、うん、最初も隠してる部分だったりとか、うん、こういう感じって今までって描かれてましたか。いや、あんまりないですよね、親の影響とかっていうのは
入れてないですね、うん、今回じゃあ原作にあったからちょっと活かしてみようっていうか、その辺小林さんご自身でそのご両親の影響とか全然普通のいい両親です。尊敬します。尊敬してもしてるし、はい、なんかあれあのご自身の人生に影響があった感じですか、ご両親の存在。いや、それはありますね、うん、はい。なんか近いお仕事されてたとかそういう感じがします。いや、全然違う。全然全く違いますね、うん、いわゆる勤め人のお父さん。そうですね、うん、全くその辺は全くないですね。そうなんだ、はい、うん、影響を受けたものってちょっと余談ですけど、はい、あの大きいのって何ですか。赤塚不二夫とかですかね初めて聞いた、これ聞いてよかった赤塚不二夫ファンの、うん、赤塚不二夫の1000ページっていう漫画があるんですよ、うんうん、こんな分厚い。あれ、それ実験っぽいやつでしたっけ、はいはいはい、もうあれが大好きで。これ初めて聞きました、はい、それお父さん。いや、あれはおじさんから借りたやつなんですか。僕おじさん、はい、あ、そのご両親ではなくておじさんの存在が、はい、 おじさんいいですね、はい、すごい本が好きであ、そうなんだ。めちゃくちゃ本が好きでもう、うん、家一軒丸ごと本があるような感じ。ちょっと変わり者ここにいそうな変わり者がいるじゃないですか。すごい本が好き。そうなんですか、はい、でその中でじゃあいろんなものをあの甥っ子に読ませてくれたっていう感じがあるんですか。まあ、勝手に僕が、うん、田舎に帰ったら勝手に読んでた感じなんですけど、うん、それは千葉県在住。そう、千葉の、はい、おじさんも、はい、うん、その中で赤塚不二夫の1000ページはあったんですよね。それはもうあの破壊的なあのギャグっていうところ。そうですね、なんかもうよくわかんなくてそれが、うん、でも面白かったんで。でもパッと出てきましたもんね、はい、赤塚不二夫ですかねって、うん、やっぱ赤塚不二夫と、うん、タモリの関係みたいなのが、うん、はいはい、タモリさんの、はい、なんか私の作品ですという、はい、タモリさん、赤塚不二夫先生、あの辺っていうのはやっぱり、うん、結構影響を受けてると思います。どう影響を受けてるんですか。分かんないんですけど分かんないんですけど、でもああいう、でもなんかそういう、なんだろう、ちょっとあの頃の、はい、のって例えば60年代のあの、ちょっとアングラ文化とかも引きずってたりするじゃないですか、はい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 、割とアバンギャルドの、ああいう流れも小林さんの中にあるっていうことなんですか。なんか笑いの、うん、なんていうんですかね、感じっていうのは、うん、やっぱりそのそういうところから結構なんか意味わかんない笑いの感じとかっていうのは。そうかそうか、ちょっとでも我々の世代から言うとやや上の感じですかね、やっぱおじさんの影響とか、うん、かもしれないですね。うん、これでもちょっと覚えておきます、初めて聞いた、面白いね、うん、なんかジョークがどこまでジョークなのか、はいはいはい、そう本気なのかわかんない、ね、本当にでもいやわかんないですよね、はい、でも本当にあれでももう余談になってますけどあの本気でしょうね、全然、まあ、でも笑いでもあるっていう。そうなんですよ、うん、なんか昔なんかセントルイスのオタク拝見って昔やってませんでしたやってましたね、夕方、日曜の土曜、日曜か土曜の、あ、それはあれか、あの知ってますけど、はい、ちょっとあの関西なんで。あ、そうなんですか。放送のあれは違うと思うんですけど、はい、あのネタは知ってやってたんですよ、うんうん、でそこにタモリが、タモリさんが出てきたんですけど、うん、みんな奥さんも眼帯して、うん、子供も眼帯してこたもりとかって出てきたんですよ。あ、で多分違う絵ですよね、あれ。それも完全に赤塚ワールドのタモリさんですね、はい、だから全部違う絵で、うん、多分適当に違う家をこう紹介してたんですけど奥さんは全然違う人で一言も口聞かないんですけど、二人ともフェイクで、はい、うん、でもあの番組は全部真面目にあのスターのお宅拝見してたのに、はい、タモリさんの回だけそんな感じでそういうのってすっごい面白いなと思ったんですよ。あ、これなんかちょっと本当いいお話聞けましたそうかなるほどな、でもそういうラインもあるんですね、はい、うん、まあ、ちょっとそれはじゃあちょっと覚えておきますね、はいはい、でまあ、そういうこともありつつ、うん、作品に戻りますと、はい、この恋とは何かという、はい、大きなテーマの、何千年も続く大きなテーマの考察が進んでいくんですけど、はい、うん、何なんですか結局恋ですか。いやもう全然わかんないですよねでも なんか恋って、うん、なんかこれやる前までは、うん、軽いものだと思ってたんですけど、
なんかいと、あ、はい、それ軽いものっていうと、それなんかいろいろあるじゃないですか、はい、その恋と愛みたいなとか、そういうノリですか、恋っていうのは。恋ってやっぱりなんか軽く見れる、恋恋愛映画とかでも、やっぱ恋をテーマにすると割と軽く見れたり、なんかハードル下がるっていう感じがありますよね、ありますよね敷居下がるなみたいな、でもなんかよくよく考えてみると、恋ってすごくそのまあ本当に言葉をいっぱい残してる人もいますし、はい、あの結構重要なんじゃないかなっていう、こう人間のこの進化っていうか、人類が増えていくものに、確かに繁栄していくものに対して、で社会の重要なことよりも結構大事なテーマなんじゃないかなっていうのがあったんで、そんなに軽く扱わないでよっていう気持ちもちょっと芽生えました。あ、今回の映画を作ることによって、はい、いろいろガー読みまくって、なんか濃いっていう概念、実はすごく偉大なんじゃないかっていう。だからあの映画の中にも適当にちょっと適当っていうか言っちゃったんですけど恋が本当に文学を作ったんでも過言じゃないんじゃないかっていうふうに僕は思って。西条のセリフ、あれオリジナルですよね。そうですね、多分、多分でもそんな気がします、そうか、だから文学がないってことは娯楽があれですもんね、あのないってことじゃないですか。そうですよね。だから紫式部とかあの辺の、清少納言とか、確かにですよね、生まれてない短歌ももしかしたら生まれてないかもしれない。そうですよね、文化が生まれていないっていう、はい、そうですね、でも本当にでもこれはまさにおっしゃる通りで、あの恋愛っていうモチーフがなかったら、文化ってもう生まれてないぐらい、昔の人恋愛大好きやなみたいな、そうですよねあの聞いとこありますよね、なんか結構狂ってるじゃないですか、本当に、狂ってるぐらいのめり込んでる人がいろんなことを残して、ほぼダメ人間だと思うんですけど、そうですよね、だまあ太宰治なんかももうそうですもんね、そう完全に教科書に載せたらダメなような人ばかり、まあ、それこそね、あのさっき言った暗号とかもそうですけど、やばい人たちばかりの集まりですもんね、でも本当になんかその難しいと思うんですけども、なんかこうぐーっと 100% になる感じってなかなかその恋愛以外ではないかもなっていうふうにちょっと思いますよね、他に何あるみたいな、恋愛と宗教ぐらい、そうですね、多分そうだと思うんですね、他ないっすよね、ないですね多分、まあなんか仕事もう突き詰めるともしかしたら恋とかそっちの方に行く可能性もありますよね。ちょっとそういう感じ、ニュアンスありましたよね、この映画の中にも。で、そう。で、この恋の光っていうのは、これは原作もそうですけど、西条がなぜか可視化できると。はいはいはい。だけど彼には見えない恋の光もあると分かってくる。で、あの篠宮さんが言うその恋とは本能と学習であるっていう説が、あ、原作にあるんだと思ったんですね。それ僕なんか、あれもしかしたらこれ、あの小林さんのオリジナルかなと思ったんだけども原作にあって、でその学習が母性のような愛と結びついて、その西条には母性のぬくもりの記憶が欠如しているというラインも原作にあるんですよね、そうですね、それはあの生かされてたっていう感じで、でそういう流れがありつつ、後半にあの高校生が出てくる、あの伊藤葵さん扮する大津中葉先生、画家の先生、そしてあの宮下咲さん扮する憧れの先輩、原作では結構後半がっつり出てきますもんね、でも映画ではもうすごい重要なアクセントとして機能しているっていう感じで、すごい、いいシーンでしたよね。あ、本当ですか、はい、苦心されました、あの絵を見てみたいな流れとかもオリジナルで作られてる、結構そこは、もう試行錯誤して、結構一番悩んだとこかもしれないですね。やっぱりそうですか、はい、すごく違いますもんね、あの流れとしてはどうや出す意味がないんじゃないかっていうこともあったりするんで、あ、その開校している間に悩まれた時も、なんでこの人出てくるんだっけみたいな感じでところまで行ったりとかして結構でも本当この4人でガチッと固まってるから、そこにこう投入するとなると結構重要なキャラでないとっていう感じしますよね。なんか役割があって、その役割が明確になりすぎちゃうとまたそれはそれで取ってつけてもなっちゃうんで、さすがだからそこがもうなんかもうまくいかなく、ずっとうまくいかなかったんですね。
結果的にはすごく良かったです、まあ、うん、伊藤葵ちゃんの理解力もすごかったんで、いや伊藤葵さんすごいですねこんな短いシーンだけど、うん、いやすごいなと思って、はい、あのまあ、空白っていう映画の冒頭とか、今年だと探すっていう映画にも出られて、うん、出るんですけど、全然印象違うんですよ。あ、本当ですか。またご覧にはなってない。見てないですね。なんかね、はい、あ、これ伊藤葵さんかって思いました。あの今回やっぱすごかったですか。あ、僕なんかあの子供の 子役の頃の映像を見てたので、なんかうまい子だなと思ってたんですよ、うん、で僕は好きなシーンがあったんですけど、うん、それは何だっけな、中野亮太監督の湯を沸かすほどの熱い、あの、うん、あれで小田切譲さんかなんかにこう明日どこどこ行くんだみたいなことを言って家に戻っていくみたいな、そこのシーンすごいなんか覚えてます、はい、いいシーンだなと思って、うん、あのこれどうやってこういう演技とかつけたんだろうと思ってたんですよ、うん、で本人に聞いたんですよ。全部覚えてるんですよね。あ、あのシーンのこと、はい、うん、まあ、こうこうこういう感じだったんで、うん、あの、ああいうふうに演じましたとか言ってすごいな、すごいなと思って賞賛で、はい、やっぱりそうなんだ。やっぱちょっと天才性があるんですね。天才性、まあ、簡単に天才って言っちゃうと、うん、多分本人もすごく努力してると思うので、まあ、そうですね、怒られちゃいますよね。かもしれないですけど、うんうん、もうやっぱり考えて演技をしてる、うん、で、あの作品もなんかあの周りの人たちが本当に家族のように接してくれたから、うん、やりやすかったとかって言ってる。翔さんでそんなこと、翔さんって僕らなんか全然あれじゃないですか、なんか翔さんもうこんなんさやばいですよ、翔さんとかですよね、クワガタとかもそんなのカブトムシですよね、はい、すごいですね、はい、今回もだから役に合ってましたよね、やっぱりその、はい、すごいもう才能のある絵を、うん、もう画廊が無名作家だけど押す、はいはい、8万8000円で売るみたいな、あの絵の作者っていうところからのか流れがあって、はいはい、で出てくるとあこんな子だったのかっていう感じで、でいろんな教えをこう大学生のお兄さんお姉さんにもたらすという、うん、はい、うん、すごいでも強度ありますね、うん、シーン、うん、でもこのなんかあのある教えをもたらす役割っていうのは、まあ、割と原作には沿ってると思うんですけども、はいはい、まあ、ここでなんかでもちょっとその認識が一段上がるっていうような感じっていうのはもう最終的にはやっぱこれがいいだろうっていう。そうですね、うん、あの 女の子がだからキラキラ光るっていう理由付けを原作でも多分なかったような気がするんですけど、うん、なんか一回それちょっと言っといた方がいいかなと思ったんですよ、うん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 、それであの彼女が言うのが一番説得力あるんじゃないかなと思って。彼女も光が見える人ですもんね。そうです、はい、このね光 の可視化している光、もう結構決め手ですよね、うん、ご苦労された感じですよね。あすごい大変でしょもう毎日本当に、うん、あの CG の赤本さんという人がいるんですけど、はいはい、もうずっと毎日夜、うん、電話して、あそうです、付き合ってんじゃないかなっていうぐらいもう彼とは本当もずっとあそこのこう試行錯誤してどうですかねみたいな感じで。最初もっと違ったんですか、あの映像的に。いろいろもう三角だったりとか、うん、もう違う形形状だったりとかして。もっと派手だった感じですか。派手だったりとか、うん、シンプルであったりとか、いろいろ粒子がすごい細かいとか、うん、いろいろあったんですけど、うん、まあ、ダイヤモンドダストを最終的には参考にして、うん、なるほどなるほど。やっぱりなんかあの本当だったら十字のこうティンカーベルみたいな、ああいう、 こう十字のやつを入れたいんですけど、うん、途端にこの何て言うんですか、うん、あ 安っぽいじゃないですけど、この映画の生っぽさにははまんないルックだったんで、うん、いや分かります、はい、なんか引いちゃうじゃないですか、なんかそうすると。そうあれ難しいですよね、だからなんか自然な粒子にも見えるっていう、けどもうちゃんと見えるよっていう。そうですそうです、だからある本物のなんか自分の中の整合性も入れ、うん、気持ちの整理としても、うん、整理というか正義としても、うん、これダイヤモンドダストって本当にこのものあるからはい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 、そうかそうかっていうものでちょっと自信ができたっていうのもあります。その理屈に落とす、そうですね、込む時も、はい、これはあり得ると、ギリギリあり得るみたいな。もともと最初の3作ってその撮影も小林さんご自身でやられてるし、今回の桃色空への、はい、モノクロカラーの件もあるように、
結構やっぱりその映像の感触テクスチャーって、はい、もうとことんこだわられるでしょ。あ、そうですね、本当そうだと思います、ね。はい、で今回あの前回の殺さない彼について、うん、あの野村翔平さんが撮影で、はいはい、これはその逆光の頃でアシスタントやられてる野村さんですよね、はい、ええ、やっぱり今回ももう本当にちゃんと分かっ、はい、買って知ったる方でやるんですね、うんうん、やっぱり映像の感触っていうものもじゃあそこのダイヤモンドダストの兼ね合いも含めて今回かなりもう細かくやられた、まあなんか話しながらみたいな感じのところはありますけどね、うん、ここでこうやって撮ってみたいな感じで、うん、でもこの全体が割と明るいでしょ、はい、明るい上に光重ねてるじゃないですか、はい、難しくなかったですか。あ、そうなんですよ、ね、そこは難しかったんですよ。そうこれね、はい、本当に難しいと思う、あの暗いところに光ってすごい分かりやすいと思うんですよ。はまるんですよ ね、これ明るい、割とずっと明るいとこ続くのにこの光のあれが見えるっていうのは大変でした、ね、大変でした、うん、でもそのやっぱこだわられただけがあって、そうですね、うん、すごい良かったです。嬉しいです、良かったですもん、そこ。あ、良かった、本当に、はい、いや本当良かった。でちょっとじゃあネタバレ一ついきたいんですけど、はい、ラスト原作では、はい、西条は、はいはい、だからあのネタバレなんで見たくない人は見ないでくださいね、はい、東雲さんとくっつく、映画では北城さん、はい、そこでさっき言ったその母性の、うん、あのまぶたの母みたいなセリフもありましたけど、まぶたを閉じればみたいな、はい、北城がいるみたいな、セリフもありましたけど、これを変えた理由もちょっとお聞かせいただきたいです。これはなんか初めは、うん、やっぱり東雲エンドだったんですよね、うん、はい、原作通りって、うん、なんですけど、あの小西さんが、プロデューサーの小西圭介さんが、いや北城の方がいいんじゃないかって言い出したんです。実は小西さんからの意見だった、はい、うん、でもそうすることによって初めはとか思ったんですけど、うん、なんかいろんなものが腑に落ちる、わかる、たんですよ。僕もね、はい、北城の方がいいんじゃないかというふうに、はい、そうなんですよ思っちゃうんですよね、はい、これなんでなんでしょうかね。いや、これやっぱドラクエドラクエなの、ドラクエ5じゃないですかね。あ、そうなの、ビアンカとフローラ、いや、ビアンカ撮ってほしいなみたいな感じ、あ、組み合わせとして、ええ、うん、僕の印象だと、でもこれって結構その考え方の違いが明らかになる部分ですよね、ええ、はい、うん、相性というか、はい、だから原作に関してはすごく、うん、あの完成度が高いと思うんですよ、はい、わかります。恋というテーマで、うん、あの 理屈っていうか恋という理論で、うん、あの東雲を選んでるんで、うん、それはそうだな、そう、理論としてね、はい、ただやっぱり心情としてはあの別ルートがあってもいいんじゃないかなっていうふうに僕も思ったんで、そう、あの、はい、やや他者性が強い北城さん、うん、僕だからこれやっぱりちょっと年齢いってるからかなとか もあるんですよね。なんかリアルってあっちなんですよね、うん、そうなんですよね。やっぱ恋って、うん、その自分が分かってないその感情みたいのは、うん、言語化できないものがやっぱり芽生えるんで、 そう、その本能に従うか従わないかみたいなことなのかなと。原作も結構悩まれたっていうふうにやっぱ書かれてるし、うん、やっぱりでも本当に悩まれたみたいなんで、うん、宿り着だったら面白いですもんね。ある意味楽なのかもしれないですけどね。なんかでもこれは僕この映画の割とその見た後盛り上がれるポイントかなと思って、はい、特に原作と比較して、あなたはどう思いますかっていう部分ですよね、うん、割とでもこれそれぞれの人のなんだろう、まあ、恋愛観、世界観、人生観みたいなものが、はい、あの投影される部分ような気しますけどね、うん、結構意見あります、見た方の中で。いや、なんか意外と北城作者の明田さんも、はい、あのなんか押してくれてるんで、ああのもう別物として明田先生も、はい、あの別物でお願いしますと、あ、別、うん、なんかもうあのコメントとかもやっぱり、うん、なんか漫画は漫画っていう感じで、実写実写っていう感じで、うん、あのやっぱ許可もいただいてるんで、あ、許可、はい、でもむしろこうご自身が書かれたものと違うその回答を出されたのってやっぱ興味深く思われるんじゃないのかな、はい、あ、かもしれないですね、うん、でまあ、映画見てあのまた漫画を見るとまた違う楽しみ方もあるかなっていう、そうですよね、うん、はい、あ、なんか同じ登場人物のようでやっぱりちょっと描き方が違うっていう、うん、気しますね、うん、でも本当なんか腑にも落ちましたし、
やっぱりそのでもこの恋とはっていう難しい主題をめぐって、やっぱりでもあれですよね、これまで その小林さんの作品と同じ、なんか自問自答感がすごいあるというか、この4人プラス2人出てくんだけど、自問自答だよね、みんなそうですね確かにそう、自問自答してる人たちだし、映画も自問自答してるっていう映画ですよね。でもその醍醐味が本当たっぷりあって、すごい面白かった、よかったですなんかみんなに本当好きって言われたい今回は、はい、承認欲求あれ今回は、はい、割とそこですか、なんかもう良かったって本当に言われたい感じ、そうですね、なんか、まあ、僕自身もなんか日に日にどんどん好きになっていく作品なので、まあ、キャラクターの感じもすごいいいし、そうですよね、特になんか北城なんか見てるとみんな、なんか恋してほしいなと思ったりもするんですよ。やっぱ素晴らしいですよね。はい、いやこの、4人4社、もう本当めちゃくちゃ素晴らしいし、途中投入されるお二人も本当素晴らしい。だから結構その殺さない彼とかはキラキラアンチテーゼみたいなのがあったと思うんですけども、カウンターが、はい、結構キラキラしてますよね。本当にキラキラ今回キラキラしてんなというふうに思いました、はい、でもそれがなんかね全然、言ったらメタ目線から入ったのに本当にキラキラしてるのがすごいいいなというふうに思いました、素晴らしい。ちょっと最後になんですけど、はい、今後についてなんですが、はい、なんかもう始まって今言えることとかってございますか？いや、まだ全然、まだ全然ですか、はい、なんか考えてらっしゃることとか。あります、あります、はい、いっぱいある、はい、ありそうですよ、ね、あります、あります。なんかお会いしてない2年半の間に、はい、ハマった新しいこととかないんですか？ハマった大丈夫ですか、いや、特にないです、ね、今回特になし、前の延長でっていう。歌舞伎とかも、歌舞伎はなんか最近見れてないんですよね。まあしょうがない、はい、しょうがない、何かな、新章、森重沙耶さん、急になぜ、はい、森重先生が、やっぱ森重さんの、なんかあの遮断感というか、はもうすごい、それもちょっと赤塚が近いところもあると思うんですけど、わかります、はい、あの方の空気っていうか、なんかそういうあの方が作ってた映画の雰囲気って今もう死滅しちゃってるんで、でも本当そうですよね、はい、僕はもうちょっとそっちの映画をなんか作っていきたいなってちょっと思ったりも。じゃあ結構見られてるんですか、社長シリーズ？社長シリーズも、あと本も読んだりとかして。あ、本当にハマってる、はい、森重対談っていうのがあるんですよ。あ、はい、知ってます、知ってます。あ、森重対談か、日曜対談かな、忘れちゃうんですよ、はい、対談集のあるでしょ、はい、あれもうすごい面白いんですよね。そうなんだ、はい、社長シリーズみたいなの作ってほしいですね、あ、もうやりたいんですよ大人の話で、はい、やりたいんですよ、なんかハマる、はい、なんかもう大人のコメディみたいなのまだ作られてないでしょ、はい、これから作りたいですだから、なんかすごいいいですよね、はい、僕絶対ハマると思います。浮気をしてそれを隠すとか、そういうなんか今企画当初の大変さスーッとなんか見て笑えるような、そう、結構なこと起こってるの、スーッと軽く見られるみたいな感じですよね、森重いつも宴会芸でも出てくるじゃないですかで今回もう西野さんが、いっぱいこうご飯を食べるシーンがありますよね、はい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 、あの時に水飲んで、死ぬかと思った母っていう言い方があるんですけど、はい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 、あれ森重さん森重オマージュがもう出てんじゃん気づかなくてごめんなさい。森重さんってなんかなんだかなんとか母ってよくあるんですよ。確かに、はい、それをちょっともう入れちゃったの、言ってないですけど、言ってた、びっくりしましたよね、はい、西野さんに、その後母ってちょっと言った、でもそれ言わなくても、まあ同じ関西出身の方なのかな、わかんないですけど、ニュアンスがね、はい、そういう脚本にはこうやって書いたんですけど、それがまさか自分の思った通りにイントネーションとタイミングで出ると思わなかったんで、すっごい嬉しかったんですよ。本人にちょっと言ってないですけど、まだ言ってない、ね、はい、言ってもはぁみたいな森重さんとこいっていう感じだと思うんですけど、みたいな感じでしょうけど、いたずらですね、いたずら、もう
本当に。でもちょっと森重さん、はい、あじゃあちょっとまた次回も来ていただきたいんですけど、はい、次回はそういう系統の話が、はい、僕もちょっと社長シリーズ見直したいと社長シリーズいいっすよね。いいっすよね。なんか久々に 見返したくなってきました、はい、まっという感じで、今日はどうもありがとうございました。小林啓司監督でした。ありがとうございました。